ホスファトドラコホスファッキドラコ、リン酸塩のドラゴンを意味する。化石が見つかったモロッコから、リン鉱石が産出することにちなむは、モロッコ中部、クーリーブカ近郊のグランドドゥイグランドドゥイの、ウーラット・アブドゥンリン鉱石盆地の白亜紀後機、マーストリヒチアンから見つかったアズダルコカの、翼留の属の一つ。復元図ホスファトドラコは2000年に発見された、ホロタイプオージッピーデック。 GE111 に基づく。これは5つの変形。破損した頸椎と部位不明の骨1つからなる。頸椎は第5第9頸椎であると考えられており、最長のものは第5頸椎で30センチメートルである。その個体は首の長さからするとおよそ5メートルの翼階長を有していたと推定される。首の付け根付近に伸長した椎骨を持つことは、 アズダルコカとしては異例であるが、変形したドシーと解釈されている。その首はまたアズダルコカとしては最も完全なものの一つとして知られる。翼流が滅んだ K ピコグラム境会直前の同グループ最後のものであり、北アフリカで見つかった最初のアズダルコ類でもある。モシキシュフォスファトドラコマウリタニクスピーモリテーネカスは本属唯一の種である。種商名は、 マウレタニアにちなむ、ありがとうございます。